とショックなんですけど、ショックというか、まあ普通に買った時に乗っけて試してみろよって話でもあるんですけど、ちょっとこの、まあ塗装剥がしまでは頑張って、とりあえず一旦乗っけてみようってなったんですよ。まずその工程を最初にやるっていう話ではあるんですけど、なんかヤフオクとかでこの FX2 型にこの1型外装とか1型のタンクとかつけて売ってるのを見てたから、そのまま、まあ多少なんかやるんだろうなって思ってはいたんですけど、簡単に取り付けできるもんかと思ったらなんかそうでもなくて、まあ当然普通にこの乗っからないのは、まあフレームが立ってて、ちょっとこのここの横の方にこうこの当たっちゃうんですよね。で、まあそこはまあなんだろうな、フレーム削るのかタンク削る、まあタンク削ったら結構溶接して穴を塞いだりとかして、この形変えないといけないんですけど、まあ少なからず何かしらやるんだろうなってのは考えてはいたんですけど、今度はこのハンドルですよね。このなんだろう、バイク的なこの位置にこう持ってこうとしたら、このハンドルのこの止めてるところがこう当たっちゃうんですよね。こうハンドル切っちゃうと、このなんだろう、このなんていうの、このフロントフォークの、ここもフロントフォークって言っていいんですかね。ここがもうタンクのこの端に当たっちゃうんですよね。こっち側が。ここタンクにぶつかっちゃうから、そういう意味ではもうここも、なんだろう、アップハンにすんのかな。アップハンって、でも結局、フロントフォークが当たるからアップハンにしても意味ねえか。こっちも、この金具も当たるんですよね。だから、結局、なんだろう、タンク自体をまず付けられないっていうのと、普通に乗っけてもなんかこのタンクがこのハンドルに当たっちゃって不具合というか。でもだとしたら、あんな2型にこの1型外装を乗っけてるやつってどうやってんすかね。ちょっとその改造方法とか、まあ結局溶接したり、まあカットして、なんですかね、こう取り付けられるように知ってる、加工はしてるんでしょうけど、まあこれ多少この今ってこのなんだろう、高い位置にタンクがあるんですよ。だからこれってある程度こう下に下がれば、そのぶつかる心配もなくなってくるとは思うんですよね。だからこの辺加工次第かなって思うんですよ。結局フレームをカットするのもちょっと抵抗があるから、タンクをどうにかするしかないんですけど、そのタンクのこの内面というか、内面を何かしら削ってフレームに干渉しないように、これをタンクをこうタンクの位置が下がれば、この辺も当たらなくなって、こううまいことここにはめられると思うんですよね。実際このちょっと今こう持ち上げられないな、このはまってない、なんか見えるかな、このタンクのこのはまるところです。これが全然違うんですよね。で、なんだろう、この位置がそもそもこのもうちょい下側に来ないといけないというか、もうでもなんかこれ、もう普通に、なんだろう、届くっていうか、そうだよね。なんか、あ、今スイッチにちょっと、スイッチ、配線類にちょっと今当たっちゃって下がらないのか。ちょっとこの配線類をまず、ちょっと避けないといけなさそうですね。配線類をちょっと避ければ多少このタンクの位置が下げられそう。でも下げたところで大丈夫かな？当たらないかな？で、まあ、前輪じゃね、まあそうだ、フロント側の方は、とりあえずなんかこの配線類をちょっと避けて、なんか位置を下げられそうってのと、この後輪側はどうしてもこのフレームに当たっちゃうので、そこはもう削んないとっていうか、まあ、削ったら削って穴が開くから、そこはもうまた、なんだろう、溶接で埋めないといけないとか、結構大掛かりな改造になりそうっすね。でもフレームをこう削るわけにもいかないから、ちょっと怖いし、どうしよう。いや、結構簡単にいくもんかと思ったら、というよりこれを先にまずやっとけって思ったんですけど、どうしよっかなーって、なんかもう、完全に今もう諦めムードになっちゃってんすけど、ここまでめんどくさいんだって思うと、だからもうどうしようかなって思ってて、ヤフオク行きですかね。まあ安く買えたからまだいいけど、なんかこんなに大変だったんだってちょっと想像してなかったから、じゃあもうどうしようかな。まあ、もしかしたら、
なんだろう、タンクどうにかフレームをカットするわけにいかないから、もうタンクどうにかするしかないですけど、もうここまでもうなんかボロボロだから、まあもしかしたら買った時ぐらいの同じ値段でぐらいで売れるから損はしないかなっては思うんですけど、まあでもなんかここまでやったらなんか頑張りたいなって思うんですけど、なんか気持ちがどん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 下がっていってるという、まあこうご期待っていうか、まあなるべくだったらどうにかしたいけど、なんか大変そうだな。まあはい、まあどうにかしようと思います。まあもしくはどっかに売っ払っちゃうかもしれないですけど、はい、じゃあタンクそんな感じでちょっとなんか苦労しそうです。はい、ちょっとタンクについてちょっと考えたんですけど、こう当たるところがこうフレームに当たっちゃってつけられないじゃないですか。ここなんだろう、こう切ってで切ったところをまたこの合わせてここまた溶接して作ろうって思ったんですけど、それだとちょっとなんか大変だなって。一応自分アーク溶接とあとなんだっけもう一つガス溶接か、アークとガス溶接持ってるんですよ免許だから、あのやろうと思えばできるんですけど、これのために用意するのちょっとしんどいなと思って、ここ結局タンクって、まあ、へっこむじゃないですか衝撃で。だちょっとこれ強引なやり方かもしれないですけど、こうフレームに当たるところをハンマーとかでへっこませて、まあへっこんでもしかしたら割れたりとか、割れたりっていうかなんかこの亀裂は入るかな、これ多分スチールだと思うんですけど、スチールタンクで、でこれがなんだろう、へっこんで綺麗になんかこうただへこんでくれて、フレームに干渉するところがこう内側にへっこんでくれるだけだったらいいんですけど、もしなんか変な曲がり方して例えばここになんか割れたりとかしてガソリンが漏れるとかなったら、そこだけなんか溶接で埋めるとか、そういうことをしようかなって今考えてて、どうせこれなんだろうな、今のままじゃつけられないし、かといってこの状態だからまあ売れるかもしれないですけど、まあ買った時の値段ぐらいかもしくはそれ以下か、だそれだったらなんかちょっとなんか残念だなっていうか、もう買っちゃったからもうなんだろう、やれるとこまで、まあ、最悪失敗してゴミになってもいいかなっても思ってるので、だからもうだったらもうなんかいろいろチャレンジしてなんか自分が思うことをなんかこのタンクでやってみようかなって思います。だから計画としてはそのフレームに干渉するところをなんかどうにか叩くなりしてへこませて、でそれでうまくいったらよしだし、ダメになったらそこをなんか溶接で直すとか、ちょっと一番気になるところはここなんですよね。やっぱガソリンのコックがこうつくところの平面性が悪いと、ちょっとこの辺が曲がっちゃうと困るので、だちょっとこの辺に干渉してこないかっていうのが心配なんですけどね。だその辺がまたここが変にこっち側に曲がっちゃうと、コックの向きがこう内側に寄ってくるから、それもそれでちょっとまずいですね。だからこの他のキャブとかに干渉する恐れがあるので、そうなってきたらちょっと地味にきついかなってところがあるので、そうなってくるとなんかここの部分だけ切り取ってちょっとまた溶接し直して、でも穴開けたりするのめんどくさいですね。だそうなんだろう、ちょっとつくことはできるけどなんか二次災害が起こったりとか、そういうことも全然考えられるので、ちょっとなんかかなりのパワープレイにはなるんですけど、最初からこう切ってここをまた溶接で埋めてっていうのもちょっとなんかめんどくさいかなって思うんですよね。うまいやり方知りたいですけど、ただヤフオクとかで売ってるなんか2型のフレームになんか1型のタンクついてるのっても結構なんか強引っぽいっていうか、やっぱまあタンク自体でかいので、これ2型のフレームってちっちゃいので、なんかやっぱこのどうやってつけてるかを見ないとわかんないですけど、多分なんかしらでもフレ、あでもあれか、これなんか1型純正のタンクだと思うんですけど、あの一応当時物って書いてます。まあその当時物ってのが本当かどうかわかんないですけど、こういうなんですかね、固定のなんか、これどうやって固定するか正直知らないんですけど、ゼファーとかのなんか、あのゼファー7半とかのなんか FX 外装とかってこの2つで止めるここネジ穴ついてるんですよね。あれとかだったらここサイズ違うんですか、サイズってこのタンクに合うようにやっぱなってんですかね。ちょっともしかしたら当時物の FX のタンクとこの FX のタンクとゼファーとかのいわゆる FX 外装で売ってるこの2箇所でネジ止めるタイプのタンクって、この辺のなんか作り違うんですかね。もしかしたらその辺はなんだろう、加工なしで付けられるのかもしれないですけど、どっちかっていうと
こう FX2 ってザッパーエンジンだから、それが後々のゼファー7版になるわけなので、もしかしたらその辺のフレームに合うように作られてるはずだと思うから、逆にこのドレミコレクションとかで売ってるゼファー用の FX 外装のタンクだったら無加工でむしろ入るのかなっても思ってるんですよ。でも結局買わないといけないんですけどねそれを、うん、だからまあそんなこんなで考えてももうしょうがない、もう物をこれ持ってる以上もうしょうがないし、売っても大した値段で売れないだろうから、もういろいろチャレンジして、もう最悪ゴミになるからいい、ゴミになってもいいやって思ってます。じゃあまあその辺の考え方ですけど、まあそういう感じで作業を進めていこうかなと思ってます。